ミクチャンネル。一つ一つのパーツに思いがつまる。グッドスマイルカンパニー企画部の浜山です。弊社では初音ミクをはじめとするキャラクターフィギュアをたくさん作らせていただいてます。本日は会社の案内をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。それではオフィススペースをご案内させていただきます。こちらのオレンジの線から土足厳禁になるので靴を脱いでお上がりください。こちらがオフィススペースとなっております。こちらが私のデスクとなってます。いつもこんな感じで初音ミクのフィギュアに囲まれながらお仕事させてもらってます。思い入れのあるフィギュアはネンドロイドの300番を飾った初音ミク 2.0 です。こちらは私が初めて担当した企画商品になるのでかなり思い入れが強いです。私服の会社ですし割とカジュアルにやっているというか、デスクに趣味のものを置いたりだとか自由にお仕事させてもらっていると思ってます。あとワンフロアなので、各部署の隔たりとかもあまりなくみんな仲良く楽しくお仕事してるなっていう感じがありますね。グッドスマイルカンパニー代表の秋でございます。フィギュアを、はい、ただひたすらにフィギュアを作ってます。まあ、皆さんご多分に漏れずだと思うんですけど、初音ミクの人気が2007年かなで急激に立ち上がってで、まあ、ネットの世界でのそのちょっとした人気みたいなものってこうあまりこう長続きしないような雰囲気もあったんですけど、初音ミクに関して言うとすごくそのユーザーさんの、ね、投稿数もぐいぐい増えてきているところ でうちの企画スタッフがですね見てくれとこんな面白い動きが始まってるんだよっていうのをすごい大変な情熱でプレゼンしてもらってでそうなんだというので、まあ、半信半疑ではあったんですが、まあ、上がってくる曲であったりとかねその書かれてくる絵なんかを見てるとは早めにね商品化をして皆さんのお手元に初音ミクを届けた方がいいんじゃないかっていう思いに、まあ、結構駆られた部分もあって、フィギュアはちょっと時間がかかっちゃうものなのでそのネットのブームって冷めやすいっていう風に風潮もありましたからドキドキしながらだったんですけど、まあ、思い切って出そうというので、急いで作りました。まあ、今は皆さんそのソーシャルネットワークというかソーシャルメディアもたくさん使われてるんでツイッターであったりとかFacebook であったり、まあ、特に海外のファンだと Facebook でコメントもらうケースも多いんですけどまあ、もちろん厳しい意見もありますしでもその次のミクちゃんはっていうようなその次に向かってっていうそのこう一箇所にとどまらない感じみたいなのをお客さんも僕らも体感していけるんですごく前向きになんかミクムーブメントとなんか付き合っていくことがやりやすいですね。ではこれから基本関係者以外立ち入り禁止の制作部屋をご案内いたします。失礼します。こちらが弊社の制作部屋となっております。こちらで原型師さんたちが日々新商品のフィギュアの元になる原型を作ったりだとか色を塗ったり毎日作業されてます。実際に原型さんに質問してみたいと思います。すいません、今何してるんですか？三日間肉の頭にする髪飾りの花を作っています。
あ続いてはフィギュアの色を塗る作業を見学させてもらおうと思います。すいません、はい、今どういう作業をされてるんですか？今パーツを塗装する作業に入ります。それはミクの前髪です。はい、そうです。そうですね、最初にベタ塗りをして次にグラデーションをかけるので最初のベタ塗りの作業です。こちらが、先ほど制作部屋でご紹介させていただいたエンドロイド初音ミク浴衣バーのナッツバキの、完成品サンプルとなります。去年の浴衣ミクは青い浴衣を着てたんですけれども、今回は赤い浴衣を着せて、付属品もヨーヨーとリンゴ飴という感じでちょっと元気なイメージで作らせていただいてます。ネーミングがナッツバキということで、浴衣の柄 と頭に白いナッツバキをモチーフにしたものをさせていただきました。もうずいぶん長い付き合いになってきて、当初はねちょっと、まあ、いつものキャラクターを扱うような気持ちもやっぱあったんですけど、まあ、こうやってずっとご一緒させてもらいながら、まあ、戦友っぽい感じもありますし、とはいえその誰かの意思で動いているものでもなくて、なんか本当にいろんな人の心の中にそれぞれのものがあるものを僕らつどつどねピックアップさせてはもらいつつ、 なんとなくこう夏のミクが遠くに行ってしまった感じがする時もあれば、また帰ってきたみたいな感じもあったりで、なんかちょっと釣れない女の子かなみたいな、いい感じで踊らされてる感じもあり、まあ、そういうなんか別に駆け引きは彼女としてあるわけじゃないですけど、ちょっとこうずっと距離を保たれてる感じがして、すごく恋しいですよね。ずっとこっちを向いてくれるわけでもなく、はい、本当に誰にも微笑みをこう絶やさないというのをこう眺めてる感じはすごく嫌いじゃない